本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ごさ守です。本日は、ウマ娘、プリディダービーシーズン2、第13話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。いやー、1期もそうったっすけどね。2期も13話ある。うん。誰これあ里のダイヤモンさんね。うん。あれはそれぞれ誰が書いたとかあるのかなわかんないですけど。まあ、はい。 これは、おう。まあでも、うん。これは、うん。それをやるだけ、ただ、うん。何位になるか。えはい。まあ、賞賛はあんのかなわかんないですけど。さっ、はい。うん、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 うん。はい。 まあそうっすよね。これが初めてみんなの前で出る。あ、あ、はい。二代目ね、別に何代目とかあった。うん、はい。これ何なんすかねうん。いよいよだぞ、これは。<laughs> これわかんないですけど、はい。まあなんかあんのかなうん。まあ早速、天皇賞とか有馬記念とか、うん。 今は、どう、過ごす、のがいいんかなもう、安静するしかないんですかねああ、すげえ、あ、本当ですね。あ、ここで、エンディングから来んのかうん。ああ、なるほどね。特集は特集オープニングなんだけど、エンディングだから、うん。だし、みんなのそういう声が、この、ってことは、今回あれか。 エンディングもなんか特殊なやつかな一期の時もそうでしたけどね。うん。うわ、すごい。うーん。まあ、いろんなことを言われるんでしょうね。本当にね。もう早速、レースに出るし、この、復帰戦で、ただね、うーん。もちろん、東海帝王の復活っていう、大きな意味もある今回の一戦ですけど、 それが、マックイーンに、奇跡というものは、マックイーンが言った通りに起こり得るということで、それを望む <laughs>。あれは謎ですよね。あの、超巨大おにぎりをわざわざなんかくるんでくっていうのと、うわーすごい、うん、緊張してきたな、これは。それ、マックイーンの言葉を証明するために、つったってね、うん、どう勝つのかとか、誰に勝つ、 うん、マックイまだそれを思い出されてますね。手に残るのをね。うん。あ、うん。あれはちょっとね。まあ、復帰絶望は、復帰絶望って言ってるようなものなんですよね。あの、軽人体園。発症っていうのがね。あれはほとんど同義だということとか。あと、前回のおばあさまのね。うん。今回、夢をかけるのなんですよね。うん。 すーごい。演出はだいぶだな、やっぱりな。まあ、この作品ですからね。うん。有馬記念ね。うん。さあ、これは、本来であっても大変なんですけどね。レースに出て、その、本当はね、マックイーンという最大のライバルとの戦いが夢の舞台だったのが、そのライバルを夢の舞台に引き上げるために勝つっていう、うん。 ああ、そうなんだ。あーあー、はあ、はあ、はあ。有りま、でも、まあいいや。これはね。あと、はい。ああ、はあ。伸ばしてきましたってか。うん。やっぱ最後の最後で。<laughs> いや、なんかね、感動的な、やっと私に仕事させてもらえるよね、みたいな感じにしてますけど、<laughs> あの、2回のさ、 それが今回全然ありえんじゃないですかあの、最初になぜあんなことになったかっていう。うん。今回皆さん注目のレースですから。おお、なんだろう、はい。おぉ会長ありがとうございます、会長。大舞台ですけどね。うん、会長からの助言は欲しいっすね。さえ、うん。 本番直前のこの最後の瞬間に、うん。来ていただけたのはありがたいですね。うん。ああ、うんうんそうですね。うん。ぜひ教えていただきたいですけどね。うん。まあ、そうね。うわ、すごいわ。<laughs> 今回のメンバー分かってなかったですけどね。うん。恐ろしい。 皆さん集まってますね。うん。これで勝つって言うんだから。うん。うんうんうん。そうですね。それもありますしね。今回余裕でいけんだろうっていう時もね。なぜかわかんないけど。はい。まあ、それでね。うん。うんうんうん。本当に自信がなくってどうなるかわかんないけど、とにかくどこまでいけるか試してみたくて出た。 勝負で、なぜか奇跡のように本当に、あ、やっぱ奇跡言ったんだなってね、思うような勝ち方というか、成績を残す、はい、こともありますしね、うん。うーん、そうですね。まあ、誰を取ってもね、うん、皆さん、ファンも多いし、皆さん熱いし、うん、誰かってもおしないですけど、 やっぱあれは、あれですかね、ヘリオスさんはシーツ通り、出れ、出られないんだろうか、ね。一気だったらね、そういうことはともかくっていう、最後ドリームレースだったんです。うん。ターボ <laughs>、ね。ターボさんって大事でしょうね。まあターボさんはね、有馬記念は人気馬なんで、機会はあったっていう話、あ、あの、知らなかった、はい。 うん、うん、うん。はい、ウィニーシュケットさんね。やっ、はい。はーい。そうっすね。まあ、前回ぐらいまで本当に、おおあれははい。前回ぐらいまで本当に、あの、どんどんと迫ってきていた、存在感発揮していた、ビワハヤヒデさんね。 相当ううんうーんマックインさんの分までね。マックインさんの分はマックインさんの本番に取っといてもらってもいいと思う。一番人気はい、うん。本人は、はい。うん。すごい睨みつけて。うん。え、手をご覧になってんすかはい。そうですね、うん。おう、ネイチャーさん。 最後に、わかんないですけど、最後に出会ったら、あの、クソマルケな時の格好。はい。うん。まさかターフに来てこんなことを、そうですね。うん。はい、なんしょうか。ありがとうございます。すぅ。うん。いやー、あんな静かにねー。ここで言葉交わすか。はい。 間違いないと思い、うおぉ間違いないと思いますね。うん。逆側から光の当たってる二人っていうね。うん。これね、そう、前回もすごい対照的になってましたし、えん、おぉいらっしゃいましたかエンディングがね、全部逆になってるっていうね。誰が誰を見てるかっていうことを、おあの逆になった。はい。 まあそら、でも普通はまずこれ勝てるわけないという予想するのが当然ですよね。復帰一戦目でしょうん。まあ、それもね、一度は諦めるっていうね、あの帝王がですかっていうのの直後ですから、さあ、うん。練習をね、前回でされたときは、いや、こうやって、 とにかく何らかの、おぉ、本当にメジローパーマーさんの得意な、本当に、ほぼ直立の走り方だな。自分、まあそうなんですよ。それだけでもね。<laughs> そうなんですよね。う,うもう、そう、あやり返したか、ここで。うん。うん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 。はい、364日ぶり。364日ぶり、ありがとうございます。急な解説、1年、 うん。一年以上ぶりね。三百六十、一年。ギリ一年未満。うん。うん。だし、もうみんなの予想がね、あの、テオの復活を望んでいた人たちですら、また走ってるだけで嬉しいっていう。うん、はい。一年ぶりですもんね。うん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 。まあこれは、この場に立った、この場を走ってる、 ただ現地に立ってわかんないですよね。実際に、この、凄まじい皆さんのセリアう気迫の流れの中に、身を、投じてないとわかんないこともあるでしょうしね。うん。現場の空気と、さらにこの、ターフの上での空気。うん。熱いでしょうからね。ま、あーまあ、怖いですよね。を実況で、知られるっていうね。 うん。うん。ふ、よれてたはい。うん。こう、そうなんだ。は、うん、練習でどのぐらい、うん。これがどのぐらい、その、負担になるかなんですよね。病み上がりでしょう。う今日から、はい。ありがとうございます。こう,うん。えなぜですか 番長あん、まあ、そりゃそうなんですけどね。くっ番長。はい。<laughs> ご丁寧な頭丸めるフラグね、うん。自分の神を犠牲にして東海帝王の弦を稼いでくださってありがとうございます。これは心強いぜ。さすが番長だな。うわぁ、でも怖ーやっぱ。 ねえ、そう、こういう時はね、これ、おタンホーザーさんもね、うん。これまで、ほ、ねいろんな、ほぼ全編通じていろんな方の走りを、全くない回もありましたけど、見てきてますからね。本当にしょっぱなシリーズ冒頭の時は、とにかく、テをオ頑張れ、マックイン頑張れ、だったのが、 これまで見てきたね、いろんな人たちの、今回で、誰、この中で誰か一人しか、ね、ってみんな思ってる中、絶対に一人しか勝ちにはいけないっていうね。もうすごい、やっぱ、その、今回有馬記念なんで、まあメンツがすごいっていうのもありますけど、火入りましたね。あの、1話2話のね、 レースだってすごい緊迫してますし、皆さん毎回レースに出るために絶対勝つんだという心意気で出られてるんですから、それは同じはずなんですけど、見てるとこんなに違うかっていうね、うーん。ーんあの時に見ていたのと全く感じるものが違う。やっぱこの、は、なんかすごい、マックインがこんなに恐る恐るコースに 近づいてくるっていう、この感じはすごい新鮮だなうん。なんかね、うん。怖いだろうになまあ、それは誰まあ今、このね、その1話の時とは全く違う、なんでしょう、すごいゾワゾワと、肌に迫ってくるものまあ、ええって、自分で見て実況したものが信じらんない。うん。まあでもすごいわ。 いやどこまで検討するかと、うん、できるもんなんかと思っていたけどここでまさか一番人気でまあまあそれは皆さんのね <laughs> <laughs> ありがとうございますジーやさんと主治医さんも主治医さんのあの完全に我を忘れたあの極玉の顔あんな顔されるとはね、うん、いやこれもねそう 本来ならプレッシャーなんですけどね、マックイーンの分まで背負って走ってもらいたいっていうのは、うん、恐ろしいことを言うのはやめてくれ。うんうん、そう、それもありますしね、その闇上がりの足に今回の、うん、限界をこうやって走ろうとするだろうな、なんですけど、どのぐらい負荷となって跳ね返ってくるかなんですよね。 うん。まあ、その自信でしょうね。うん。うわ、これ、マチコさん。うん。そう。<laughs> <laughs> 大丈夫なんか、ていう <laughs> 思わず真っ赤いもね。うん。 いやあ、すごいわ、ほんとに、もう、うん。どんだけ、その、この勝負の気迫のつばぜり合いの世界って、はあ、もう息詰まりますよね。<laughs> みんなそれぞれのね、持ち場でのね、やることあるんですけど、おお、<laughs> あんた丸坊主ですよ。まあ、関係ないっすよね。ここまで来たのね。<laughs> なんで、なんで先に丸坊主になってる人いんのっていうね。あれはひどいわ。あそっから、うん。あれでも気にしないっていうね。うん。<laughs> いやー、ほんとに、すごいわ。こんなに何枚も、どこまで深くなって、熱くなって、ギリギリまで、 破裂面だっていうね。で、まあ、この、ありがとうございます、先生。皆さん、それぞれのね、うん。もう全員泣いてるっていうね。東海帝王が、あ、はあ。もう何回こういうね、ゴールの瞬間だって、見てきてわかんないですけど。 信じらんないっすわ。マジか、東海帝王うん。これはもう、そうね。本当に奇跡、奇跡ってずっと言ってましたし、そんなことでもなければ、マックイーンに復帰の希望を与えることできないっていう。はい、そうですね。あの、奇跡ってね、言ってもらえたのが、<laughs> は <laughs> もう全然関係ないですね。はぁ,ーはぁ,ーはぁー、うん。怪我で人は絶望しても、引退決意しても、もうダメだと言われていても、うん。はい。こんなことが起こす。こんな奇跡が起こることもあるっていうことを、テオは、はい。 うんそうなんですよね。まあこれはね、出場される、顔ぶれがどんなかっていうこともね、この奇跡の重み大きく作用しましたけど、ああ、すごい、久々にあの、緊迫感と、勝負が終わって、それがほぐれていく感覚で気は遠くなるような。あ <laughs> なんだろうな、あの、お花さんのあれはすごい意外だし、うん。出ましたね、このセリフ。いろんな象徴的な、まあ象徴的なもありますし、天丼ギャグもたくさんね。全部が、おあ、はい、ありがとうございます。鈴鹿さんをね、うん。毎回時差のある中、お付き合い。<laughs> えへへへ。えどう あ、は、いまさか、はい。まあ、本当ですよ。まあでも、そうね。お迎えにはね、いや本当に、はい。一緒に、ありがとうございます。この勝利を見届けていただいて。本来だったらね、うん。ライバルなんですけど、このライバルの勝利が、まさか、最大の強敵である、マックイーンに、 まあ本当にもうずっと絶望しかなかった中で唯一の希望ですし今回それがこれ以上ない形でねかなってマックイン届けられましたねうんいやーよかったでマックインもね本当にあんなに怯えてね後世に近づくのさえあなためらってたマックインが現地に来てくれて本当に えうわ、超なるほど。1話以来のこのウィニングライブを、だから今回エンディングを冒頭に持ってくるし、オープニングをここに撮っといて、で、いや、びっくりした。うん。ね。そうそうそう。ただ、あれしたっけ私、一気の時のことね。 まあ、触れてるコメントそんななかったですけど、それ見て、そういえば、一期の時は CGI でやれてて、で、二期になったらウィニングライブが全然出てこなくって、やっぱその辺も方針転換とかあるのかってね、いう話ありましたけど、なるほどね。だから、そう。この作画量とこの作画力、うん。枚数だけじゃなくて、大変ですよ、これ。 一話の時の、あのー、CGI で当たり取っていたって、これは随所に手書きでの作画の演出混ぜないととてもじゃないけど不自然になるし、このね、正確さと自然さと、この動きを表現する演出、これは無理だわ。うん、一期と最終話に取っといたな。これは、この力を。 ここだけでもすごい、うん。凄まじい力咲いてんな、うん。まあ、そうね。北さんさんはね、久々に、うん。これはちょっと一話の時のね、あの恐ろしい感じ、思い出すのはあったんですけど、今回は本当に最後まで大丈夫でしたね。マックイン、うん。あ、トレセン学園入学、はい。 そういう、うん、次世代の皆さんが、トレセン学園に入学式、出られる最終話でね。なるほどね。あ、うん、まあ、これはそうなんでしょうけどね。将来活躍される、うん。この二人が、これやっぱり、一期の時の、あの、鈴鹿さんとスペシャルウィークさんの二人を、もろに、 おー復帰ですかはい。本当に待ってましたよ。<laughs> そうですかうん。そうなんですかマジですかはい。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 この春、ふ、は、ん、い。う <laughs> ん <laughs> はぁー。凄まじいお、なんだあれ、持たれてんの なんだあの声はい。へえー、なるほどね。あれもなんか、ああいうことやられるんですかね実際に、なんか。で、またうまぴょう行くか、ここで。うん。うわーさっきのあの、ウィニングライブ始まった時に、あれでびっくりしましたけど、ああいうエンディングするか。で、まあそうね。 一期でもやってますからね。あの、ドリームレースはね、全員とにかく活躍、育っているところを見たいという全員が集合する。あれじゃなくて、二期では本当に、うん。マックインを復帰させるために一人、一人奮闘する。そうなんですよね。これはね、皆さんそれぞれに目標あるし、勝たなきゃいけないっていう、 自分が勝つんだっていう燃え上がるような執念燃やされてますけど、帝王の内側には全く別の意気込みというか背負ってるものがあって、それを抱えながらのあの橋だったんでね。で、それがまあそれは勝てればそれは何よりですけど、その中でかかってくる 心理的にも身体的にもね、重圧恐ろしいものありますし、本当に、帝王と、その帝王の特に、アスリートとしての帝王と、マックイーンを、マックイーンに対して証明しなきゃいけないものを抱えている帝王っていうね、ま、いろんな側面ありますし、帝王は本当に、これが普段の大きな、もしくは、 自分がライバルだと思っている。なんだったらそれこそ、マックイーンとの、そっかー、なるほどね。うん。これはね、海外のディスカッションだったんですけどね。今回第2期では、本当に原作に対して忠実だというね、のもあったんですけど、これはね、以前から何回か触れてますし、やっぱり一気来超久々に、で、 他の2機をリアルタイムでご覧になってた皆さんよりさらに遅いっていうのもありますし、その2機を見てる間に今回もあります。ありがとうございます。あの YouTube の方のご解説と、それ以外にもね、もう一つあるんですけど、あと海外のディスカッションね、後でご紹介しますが、その拝見していくうちに、この作品を突き動かしているし、よくこんだけ猛烈な勢いで走り続けることができんなっていう不思議な力、 どんどんと誰がか,か知らないけど、石炭をくべているのは何なんだと思っていたら、ね、今回夢をかけるですし、みんなの夢が背景にあって、今回くしくもね、その史実が原作だっていう言われ方もされてるんですけど、それに加えて、みんなの夢が原動力になって、この作品作りされてるんだなっていうね、なんとなくその背後が見えてきたんですけど、マックイーンと東海帝王の再度の決戦を、 約直前で今回最終回向かかととそういういことか最後ね、戻ってきて、再び走ると、レースの世界に復帰するということを断言はしますが、さあ、それがどういう形で、で、他にどんな馬娘のカブレンの中でレースとして実現するのかは皆さんの夢に託すというね、最後、なるほど。これは、あの、11話でね、この作品では12話。で、まあ、ほとんどの作品は12話完結なんで、 11話のことは多いですけど、最終話の1個前で、絶望のどん底、これ以上の絶望ってありますっけっていうぐらいの絶望に叩き落とされるっていう作品はいくつかありましたけど、この作品ぐらい完全に真っ暗闇の絶望ってありえんのかと思っていて、こっからどうやって最終話に持っていくんだろうと思っていたら、そういうことですか。わかりました。ありがとうございます。だから今回は本当に、マックイーンの方の描写は、その思いとか、 レースを見守る気持ちですね。そういう姿のマッ末ンで、実際のレースの方は、帝王が本当に一人奮戦ですよね。他の皆さんもね、もちろん勝負にかけてるものは同じぐらい熱いんですけど、帝王はなぜ今回負けられないのか。ただね、そう、練習中にも本調子には戻れなかったっていうことが <laughs>、始まってから言われるっていうね、ことありましたしね。普通に考えたらどうやったって難しいし、 あと途中でね、言われてましたし、何回か思い出したんですけど、前回でやっぱり、とにかく再び走ることだけは間違いないという風に、戻ることを決意した帝王の姿を見ていて、今は再び本当トレーナーさんがね、おっしゃったのに同意なんですけど、あの姿をもう一回見れただけでも嬉しいと、そっからどんだけ飛躍して今回優勝に繋げんのかというね、こともありましたしね。まあ、凄まじかったっすわ。で、やっぱりね、それだけ、 今回皆さん本当に気が気じゃなかったでしょうしね。あれだけ、負の条件だけが揃っていた中、見事というか、本当奇跡っすよ。うん。奇跡の勝利を果たして、で、それを見守ってきた皆さんにはね、最後の最後、一話以来のあのウィニングライブと、ね、すごい、本当久々ですよね。実は毎回あるんでしょうけどね。あれは本当に、これまでこの作品と、2期は本当によく言われてるんですけどね。帝王はどんどん夢破れていくし、 誰もがいろんな困難に直面して、で、まあ、怪我、病気、とにかく故障。で、本当に、その、馬娘の皆さんと一緒に、視聴者がのたうちまるっていうね、そん中でもボロボロになりながら、応援し、見守り続けてくれた皆さんへのご褒美なのかというぐらいね、本当に素晴らしい、美しい、ばらしいウィリニングライブでしたし、とかね、まあ本当に、あとこれは、あの、今回の本編もね、振り返ればまたいろいろあると思いますが、 私のこの動画のシリーズは最終回の後、もう一回ね、最終回の皆さんの感想はどうだったのか拝見してまわってご紹介しますんで、もう一回あるんですけど、とりあえずまた前回から今回までの間にまたいろいろありましたんで、そちらをご紹介してから本編戻っていきましょう。まずですね、本当にこれまでずっとね、ただ実は1話2話ではなく途中のエピソードからなんですけど、ただその時もね、 その前のエピソードのご解説も一緒にいただきまして、それからずっとね、毎回大量の情報とご解説といただきまして、ありがとうございます。前々回とかね、あんな中でもたくさんの言いいおネタとかご解説をいただいたんですけど、前回はね、マックイーンのあの怪我でしたし、今回冒頭でね、まあそう書かれるんだろうなというね、あの記事もありましたけど、ご解説をいただいております。ありがとうございます。93年菊花賞、BNW3 強の一角、成田大臣は終始後方走り、 17着に敗れています。これは菊花賞トライアルの京都新聞杯の追い切り中に運動誘発性肺出血怖。これちょっとね、なんで競争場ってそんなに限界まで体を追い込むのかと、これは以前にもね、感じましたし、特にライシャワーさんとか、ミホノブルボーさんの時、なんでそんな人間が調教するって言うんだけど、その調教に応えようとするんですかね。体ボロボロになるまで訓練したり、力を振り絞ったり、 運動誘発性肺出血。ね。今回のその、帝王の肺が苦しいとか、これ思い出しましたよね。怖ってなったんですけど、人間でも肺は、あ、でもこれも、うん。人間が走っていて、あの、呼気がなんか血生臭いように感じるとかそういうのとは全然別次元の。ね。今、運動誘発性肺出血でググったら、競走馬のしか出てこない人は、人間のではないんだ。競走馬特有のなんだ。 なんでそこまで頑張るんだっていうね。うん。を発症し、京都新聞班に出走することができず、ぶっつけでのトライアルに出れず、ぶっつけでの菊花症時には、体調がまだ戻っていなかったことが挙げられます。軽人体。ね。これもね、あのー、前回、ジーヤさんに言われた症状でググったんですけど、そう、これもね、馬の特有の、なんですよね。サラブレッドの足の一番下の関節部にある部位。 人間で言うと、土踏まずの筋がこれに近いです。そうなんですよね。あの、足の構造が大きく違いますんで、人間と多くの四足歩行の動物では。だから、その、かかとからつま先までがめっちゃ長いですよね。なんなら膝からすね、すねより長いこともありますし、だ人間の感覚で言うと、足の裏とか、うん、足の裏の部分の筋もあるし、人間は足の部分、くるぶしから先の部分がすごい短いんですよね。がこれに近いです。 この筋が、この筋が、炎症を起こして着地するたんびに痛みが走るのが、軽人体炎。だから前回、ググって、その骨と擦れる、低のとは、ね、部位が違いますもんね。馬の脚部で発症する。馬のですもんね、いきなり。一度発症すると治療に8ヶ月から1年程度必要で、ね、さらに再発もしやすいことから、競走馬にとって、屈っに並ぶ致命的な病気とされております。うん。 これはね、後でご紹介するディスカッションでもあったんですけど、その、キャリアエンディングな負傷だと。そして現在でも、感知方法が確立していません。じゃあ、治った例はたまたまですか治ったというか、まあ、治るのは治るというか、炎症自体は収まったとしても、それが復帰できるぐらいになるのはたまたまとか、体質とか、年齢、バレ、代謝の活発さ、ああ何がいいとか、まだ全然わからんですね。おばあさまの被害にも元ネタがあり、 これはおばあ様のモデルでもある、北野美也さんの夫である、北野豊吉さん、豊吉さん、はい。さんの、目白ティターン、めじティターンの子。で、天皇賞を勝て、という夫の遺言から来ています。遺言じゃあ、これは、うん、確かにそうですね。悲願でもあったとおっしゃってましたけど、ただ、そう、おばあ様がね、あれは競争馬馬娘のマックイーンさんのおばあ様ですから、競争馬の、 モデルの方、も入ってんじゃないかっていうね、話はありましたけど、悲願とおっしゃってましたが、遺言でもあると、天皇賞連覇。馬娘2期、12話エンディングの最後のイラスト以外の変化。最初の歌のパート、うん、これね、11話まで帝王が最初に歌って、次にマックインが歌う。12話マックインが最初に歌って、次に帝王が歌う。これも逆になってますし、途中のあの、ピクニックって言われてましたけど、あれがね、 カメラがパンしてく方向が逆になってるっていうね。あれはだからエンディングは何回かね変わってますけど、途中でそれまでは会長シンボリルドルフを目標にして頑張っていた帝王が途中で挫折を味わい自分は何のために走るのかという悩んでる時にマックイーンというね、ライバルの存在が自分にとって走る目標だという回からマックイーンが先導するというエンディングに変わっていて、前回はそれが逆になってると。 マックインから見た帝王。で、マックインが今度は帝王が照らしてくれる希望の光を目指して復帰への道を歩むということを示唆しているようなエンディングになってるんですよね。で、これですね。あのー、ご解説ではないんですけど、前回の49分19秒、あのー、おばあ様にやめろって言われた時の私のですね、この発言についての個人的な感想、信頼注意と、ありがとうございます。わざわざ。 軽人退園を知らなかったとしても、軽く考えていたとしても、この発言はあまりにも無責任だと言わざるを得ません。ありがとうございます。これはね、あの、ご返信でも申し上げたんですけど、本当にあの、おばあ様のおっしゃっている軽人退園とはそういう怪我なのです。だし、まあ、主治医とかね、皆さんのおっしゃっていたことが本当にそのまんまだし、まあ、知らなかったら知らなかったで、その、どういう怪我か分かっていなければ、それは、マックインをターフに向けて、 後をすることは地獄へ突き落とすことと同義っていうね、ことでも全然ありえましたし、この点に関してはご返事でも申し上げたんですけど、全く自分にそういう欠如したところがあるっていうことに気づかず、これはご指摘いただかなかったらね、ずっと気づかないままでしたし、今こうやってね、再び拝見してご紹介もしてるんですけど、まだ分かってない部分があるなっていうね、感触がありますんで、これは今回一回振り返って、そういうことがあるのかと、で終わらせないで、今後森に触れて、 こういうご指摘いただいたことは思い出して色々と考えたいと思います。ありがとうございます。多分こういうことがなかったら決してもたらされなかった視点、気づきだと思いますんで、毎回本当にね、あの、競馬に関する情報、後半だし、詳細だし、ご丁寧に、しかもその中でネタバレとか含まれないように、本当にそういうものをね、取り除いた状態で情報をいただいてるだけでもありがたいんですけど、今回はそういうのとは全くまた違った面からのご指摘もいただいております。 まあこれはね、俺も申し上げたんですけど、改めてありがとうございます。本当にいつも。というね、ことが前回 YouTube の方でありました。で、あと、あ、細かいですけどね、やっぱこの辺は、うん。やっぱこれまで散々蹂躙されていたと言っていい、ファニメーションさんがローカライズ担当の作品が多かったんで、その中ではね、なかなか見られなかった。で、久々にこの作品で、クランチョロさんのお仕事を拝見して、懐かしさすら覚えていたんですけど、 あの、翻訳字幕っすね。まあ、これは本当にね、私ぐらいでしょうけど、二人ですね。うん。これ意外だったんですけどね。まあ、2オーバースでしょ、と。これ定約っすよね。と思っていたら、together ですって、二人一緒にの概念がある方になってました。あと、ね、リーダー様でしたからね。この作品では。ジーヤさんは、バトラーさんでございました。まあ、細かいっすけどね。ただ、こういう細かいところにね、その、ローカライズ会社さんの、社風というか、 方針というか、現れておりまして。まあ、この辺がね、よくウィーブってね、言われるところでもあるんですけど、本当に昔懐かしいという感じすらある空気を感じました。で、海外の反応ですね。リアクションはお三方でございます。クイーンディジャーさん、ランダムランボープロダクションさん、うん。で、まあ、なんと言ってもね、アイクさんですね。まあ、アイクさんは本当にね、この作品では一貫して没頭してご覧になってましたし、やっぱり前回も本当にマックインのね、 あのー、雨の中ね、立つこともできずに、これまで本当に優雅で余裕のあって、お嬢様前とした、のとは打って変わった。で、これまでね、誰にもああいう泣き言とか、弱音とか吐かなかったマックイーンが、テオには全部ぶちまけるっていうね。まあ、あいうところでは本当に、アイクさん相変わらず感動されてましたけど、本当になんでこんな辛いことばっかり起こるのかと。まあね、本当に、いやでもね、これは、 一気の時はね、本当に鈴鹿さんのあの大きな、そして象徴的な怪我がありましたけど、二期は本当にみんな満身創痍ですね。っていうぐらいね。なんで、もうだんだんね、そのディスカッションの雰囲気とか、<laughs> ボロボロになっていくんですよね。皆さんの。はははみたいな。まあでも今回ね、本当に、テオの走りも帰ってきますし、前回はもう、あの、曇り空と雨の演出もあって、本当に真っ暗な雰囲気だったのが、今回皆さん、 どうですかというね、のは楽しみでもあるんですけど、まあ前回までのですから、これは本当に。で、このシーズンは終始、ほとんど毎回私を涙ぐませた。でも最後のところでは、彼女はもう走れないって、そんな、と思わずにはいられなかった。これはすごいエピソードだったね。運命は本当に、テオとマックインが嫌いなんだ。ほとんどありえないんだとしても、この二人がまた一緒にレースができることを祈っているよ。ほぼ全てのエピソードが <laughs>、 悲しいものだったが、このエピソードは別の次元にあった。こんなにも切なく落ち込んだ唯一の2021年冬作品がこれだと思う。10点満点は手堅い回だった。というね。10点満点間違いなしっていうね。やっぱ、敬遠されますけどね。だからこの、まあ、監督もそうですし、シリーズ構成のとにかく作り手の皆さんね、こんなに書いて大丈夫なんかっていうね、のあったでしょうけどね。なんかならい、ちょっと泣いてしまった。はは。サオリンは私の大好きな声優さんなものでね。 ゲームとそっくりで、そういう要素もあるんですね。やれいってもんじゃないっていう。トレーニングの質疑は、疾病返しを受ける可能性とか、怪我のリスクをさらに高め、さらに気分も低くさせる。この場合は、鬱だ。まあ、これはゲームのこういう要素があるんですかね。もう一つの件、私は今シーズンのドラマーパートを気に入っているね。DBZ や <laughs>、7つの大罪のように、これはやり玉に挙げられてるのは何かあったんですかね。のように、同じテーマを何度も何度も使いますより、この動きの大きなテーマの方がいい。 まあやりたいことはわかるんだけどね。各シーズンには主人公の女の子とそのライバル、先輩がいる。次ではスカーレットとウォッカの対決になると推測する。ドラマよりもレースの技術的な面にテーマが置かれることを期待しよう。うん、そうっすね。確かに1期と2期ではシリーズ全体が焦点を当ててる、もしくは焦点を絞ってる範囲が違ってまして、まあ1期はね、そら私も含め競馬素人というか全然知らない人を想定してる。 競馬の世界と、で、その中での競争の世界と、各馬のね、こんな名前の競争馬がいて、で、それがモデルになって、こういう馬娘の皆さんがいらっしゃいますみたいな、そういう世界を描いていて、で、2期は、それを踏まえた上での、このアスリートとしての道を阻む、どんな強敵が揃ってやがんのかみたいな、ものを余すところなくね、描いていって、そうすると3期は確かに、また全然変わるってこともありますけど、 これはね、この当時はまだ、あの、今、続編としてだけ出てる、あれが何なのか、配信ってね、わかんないんですけど、スカーレットとウォッカは予想ありましたが、どうなりますかね。あの、キービジュの感じからだと、全然またガラッと変わりそうですけどね。で、毎回ね、ピートル59さんですね。ありがたいですね。本当に。ご解説もありますし、この多様な方面の対応力っすよね。どんだけ引き出しちゃうんだっていうね、この人は。運命というものは、時に本当に恐ろしいことがある。 ねえなんでそれ今なんっていう、ね、ことありますよね今回はマックイーンが秋の天皇賞の準備中に怪我をした。マックイーンは足の靭帯を損傷し苦しめられた。これは治療法が分かっていないため、馬にとって選手生命を終わらせる怪我と考えられている。この怪我は多くの馬に早期引退を余儀なくさせてきた。だからマックイーンさんのあの怪我が何なのか分かった瞬間に、分かる人はそういう過去の事例とか、なんなら自分の 大好きな、愛している競走馬が、そのために選手生命を断ち切られてきたこととかね、思い出されたりとか、即座にそれが想起させるもの、心にもたらすものがあったでしょうね。美輪早秀の菊花賞も見ることができた。新記録が打ち立てられた。ライスの記録をたった1年後に更新するものだった。でもこれは本当に、たった1年ってことは早いんだ。更新されていくんですよね。これがね、その途中でありましたけど、馬はどんどん速くなっていくので、でね、 ありまして、まあ、やっぱりそれは、育成の仕方訓練の仕方もう進歩していくからなんでしょうかね。ただね、生き物としては同じ生き物ですから、速さが移転していくってことは、うん、考えにくいですし、やっぱそういうことなんですかね。環境がどんどん整っていくのかな。ね、なんか、逆に、あの頃の競走馬ってあんな速かったのにみたいな、黄金期を振り返るみたいな、いう業界もね、うん、競走馬の世界以外だったら、全然あるんですけどね。あの頃はあんなにとかね。 競走馬の世界は日々進化していくのか。ビュアの次の出走は有馬記念になるだろう。テオは真っ暗に奇跡が起こることを証明するために有馬記念に出走することを決意する。まあ今シーズンは原作に忠実であるという以外言えることはない。ね。これちょっと申し上げましたけど、うん。さすがですね。この言い回しはね。それにしても運命とは時として本当に底意地が悪いものだ。 二人のエンディングを歌う順番を変えて、そのために今回は、マックイーンから見た帝王に変わってるのが気に入った。最終回に向けた準備はいつも通り完璧で、フィナーリが傑作になることは、まず間違いないだろう。そう、これだけの期待があって、さらにそれに応えてくるこの作品って恐ろしいっすよね。いつも通り完璧。フィナーリが傑作。まさにですよ。いや、楽しみですね、本当に。まあ、ピートル59さんもそうですけど、これだけ本当にみんなと一緒にね、もがき苦しんできた 絶望に沈みながらみんなの応援を諦めなかった皆さんが今回どれだけ報われているか。で、他にはですね、これは楽勝で今シーズン最高の続編となった。うん。続編って難しいですよね。一期の時のあの、この作品の良さは死んでしまったんかみたいなことありますし、続編でさらに一期を超える好評とかね、今シーズン最高の続編となった。また腹へのパンチとなるエピソードか。ガッパンチ。 最後の数エピソードであるし、私の感情はフィナーレを迎える準備ができていないようだ。うん。まあ、しといた方がいいですよ。心臓をね、やっといてください。で、変身で、中、最も辛い。それでも愛している。が、これは私が参加するのに望んだものじゃないぞ。こういうものが欲しくて、俺は参加したんじゃない。みたいな、よくある言いましですね。馬娘の殺菌がこんなに強い感情を私に経験させるとは思ってもみなかった。が、そうなった。このシリーズは私の予想に反し続けている。 あの写真のせいで必死に二人をくっつけようとしていた先。あの、手を止まっくいのね。多分、あのー、プリクラのかな。こうなるとは。マジかよ。こいつは私の心を、コッパみじんにしたよ。ファッキンゲアー、馬娘。最悪でも、私を泣かせるのは、あと一話を残すのみだ。泣かされんの覚悟すかこれだけ盛り上がったシーズンで、この作品がこんなにも明白な AOTS、アニメオブダスシーズン、になったりするとは、思ってもみなかったが、確実にそうなっていくみたいだね。一言すごい。<laughs> この一言だけってすげえな。 What the fuck man っていうね。で、その、思わず出たかのような、What the fuck に、マンドロジーさんがご親切に、変身という名の追い打ちをくださってます。可愛いアニメの馬娘たちのレースに関するこの作品は、きっとハッピーで軽快なものになるんだろう。かわいいアニメの馬娘たち、どんだけ追い打ちかけんすか恐ろしいぜ。マンドロジーさんにこんな一面が。いつもは CGDCT でキャッキーキャッキーおっしゃってんのに。いやあ、この作品は私を落ち込ませるのをやめてもらえないかな。とか、メ 雨がすごく強かったね。私のいるところまでやってきたよ。というね、また、泣いたことへの、遠ましな表現ですね。この、泣いたって言いたくないが故に、英語圏で発明された言いまして、どんだけなんですかね。10個ぐらいじゃんっていうね、よく見るやつでも。ただね、この方みたいに、私はまた、寮でむせび泣いた。このような感情を味わって、やっと実感できた。そう、マックイーンは名門で、レース上では強い。だが、まだ10代の女の子なんだ。まあ、これは、まあでも、大体で、そうですね。帝王もそうだ。 馬とは競争する魂であり、いつも追いかけっこを楽しんでいる生き物だ。すごいなんか、文才と共有を感じる。Horses are spirits of competing.They are the creatures that always enjoy chasing. あ、はあ。なんかすごい文学的な。しかし、馬は人間の言葉を知らないし、そういう賢い動物が駆け回れなくなった時の悲しみを観客は読み取ることができない。 それを人間の目線で語り直してくれるストーリーテラーに出会えたことはありがたい。そして、あふれる感動に溺れたよ。この壮大な物語を作ってくれたすべてのスタッフへ、ありがとう。ご自身で追記されてます。中期、マックインの部屋にちょっとしたことが、彼女の机にある写真てに、スピカのメンバー以外で合間にいるのは、パルマ、パーマラさんですね。の晴れ舞台の瞬間だ。この小さなことからも、マックインが本当に優しい女の子であることがわかる。 それの美貌として、マックイーンはメジロ家の血筋ではないが、みんな彼女を受け入れ、面倒を見てくれた。これはパーマさんの間違いかなと思うんですけど、まあそうなんですよ。あの、要は、あの写真立ての中に、メジロパーマさんがいらっしゃるっていうのは、ね、あの、蜂に刺された時にお会いしてましたけど、そんなにしょっちゅうとか、濃い面識のあるパーマさんじゃないんですけど、マックイーンさんは、 パーマーさんの写真をわざわざ写真立てにね、加えられてて、あらちょっとああありがたいなと、本家の代わりにかしんないですけど。一方、パルマーは決闘として、初優勝以前はほとんど忘れ去られていた。IOL、現実では、パルマーが G1 を初制覇した日、誰もパルマー勝つとは思っていなかったので、祝賀式典に参加する人はわずかだった。だから彼らはスタジアムに来なかった。しかし、マックインはこの瞬間を大切にし、彼女の大事なチームメートの隣にこの写真を置いた。なんていい子なんだろう。 うん。ありがとうございます。でね、こういうコメント多かったっすね。ああ、そうだ。週1回の苦しみを投与しないとね。とかね。<laughs> おかしいですね。今シーズンは間違いなくドラマタグが必要だ。まあ、これは、あのー、いろんなアニメ情報サイト。まあ、多分、ほとんどの人はマイアニメリストでしょうけど、ジャンル、スポーツ、アンストロポモーフィック、シーズン1とは全く逆の理由でボーダーの涙を流したよ。とか、あいつら、毎回違う角度から私の心を刺してくる。とか、 私は泣いた。もちろん泣いた。うん。珍しいですね。素直に書かれてるのはね。他に何か言うことがあるか。マックインがテオと走るのが彼女の運命になっていたという回想したとき、一連の悲劇が本当に全てを飲み込むものになった。テオが走ってるとき、いかに楽しそうだったか思い出すのは苦しくなるくらいだ。彼らの屈託のない喜びの顔には、なんですけどね、これがね、アンブリドレッド。ブリドローっていうのが、バロックなんですね。これ、 ね、競争場用語にかけた表現されてんですね。で、このブリッジローをかけると、ブリッジローで、馬録はかけられている。で、その馬録を外した、つけていない。だから屈託のないとか、解き放たれたとかね。いうね、細かーい、これはかけ言葉でしょうね。かけ、掛け表現。喜びの顔には胸が温まるとともに胸が張り裂けた。ぜひ彼らには奇跡を起こしてほしい。最後のテオとマックイのショットは美しい。エンディングアニメーションは逆再生されたのだろうか。私はコメントを仕込んでいて、 画面はあまり注視していなかったので、ピクニックが右から左にパンし始めるまで気がつかなかった。エンディングはアニメーションだけでなく、歌も完全に逆にされていたよ。例、これまでのエンディングの帝王のパートをマックイーンに歌わせて、それから帝王にマックイーンのだった。というね、うん。ん <laughs>、まただな。これほとんどそっくりだな。ああ、そうだ。週1回の苦しみを私の血流に直接注入するんだ。なぜ私は他の何かを期待していたんだろう。<laughs> もう本当にね。 皆さん、だんだん、絶望が当たり前になってきたというか、a l r r i g h t 楽しい真娘の時間だぞ。エピソードの45秒時点、俺をはめやがったな。本当にこういうこと書かせたらね。私の妻とはいつも、The time I got reincarnated as a slime の後にこれを見て、大きなアクション作品が終わった後に気分を落ち着けているんだ。今週はそうはいかなかったんだけどね。Oof! パレットクレンザー。なるほど。口直しですね。パレットクレンザーね。 の作品がそんな風に裏面出るのは嫌だな。私はいつも重い作品の後にはライドバックキャンプを見るんだ。いつの日か思ってもいない時チリーン噛みつかれるのを待ってるよ。なるほどね。スライムの大きなアクション作品の空気から落ち着けるために見ていたま娘で散々に食らされると。でこれですね。日本の勝者が分かっていて原作者を責めているのが愉快だ。というね。まあ見てないですけど、多分ニコ動とか 各感想掲示板サイトで原作者名みたいないう非難合合があったんでしょうね。で、それをご覧になってて、どこでご覧になってんのかわかんないですけど、日本の視聴者のそういう反応をご覧になって、存在しない原作者がボロクソに言われてんのが愉快だというね、面白い見方をされているというね、ディスカッションありましたね。いや、ほんと、前回は本当に冒頭から始まって終盤まで、まだこんなに一作品の 空気って絶望に満たされていくんですかみたいな。どんどん光が失われていく。ちょっと前のあの真っ暗闇と思っていたのがまだ明るかったと思えるぐらいね、本当に無限のどん底へ転がりをしていく中でね、もう皆さん本当にもうどうにでもしてくれというね、ぐらい絶望を受け入れてらっしゃいましたけど、今回はその急転直下の逆で16の底から一変に 天国まで、マッハですからね、どんな反応になるか、本編振り返っていきますけど、復帰は絶望的。うん。うわあ、うん。この写真選ぶこの表題の横に、本当に栄光のマックイーンそのもののね、この写真ですか。里のダイヤモンドさんね、アリマに出る、びっくりされてます。アリマに出る、というね、テオの決算ですけど、 これがね、最初はね、人気投票らしいですよね。ハリマは何回か言及がありましたけど、選ばれても辞退するってね、言ってた帝王が、まあ確かにこれは、そう伝えたったんかなトレーナーさんとかにも。うん。北さんさんに負けずを取らず、本当にこの人はっていう、スペシャルウィークさんですね。ぶっつけの G1? うん。やっぱこれは、その前哨戦とか、トライアルとか、もしくは少なくともそう見なされているので、 直前の状態を測るんではなく、ということか。うん、これ何なんですかねこの鼻子する。いや、すごいわ、これは。うん、ここでエンディングなんですけど、うん、いろんな特殊オープニングとかエンディングありますけど、それを入れ替える。前回は、その、エンディングの中での描写を、もしくは歌う順番を入れ替えてましたけど、今回は、エンディングとオープニングを丸ごと入れ替えるっていう。だし、ただ持ってくるだけじゃなくって、それがもう、二重に特殊になってるっていうね。 ま、これもね、いろんな作品で出てくる演出ですけど、そのエンディングとかオープニングの間も、本編とか会話とか続いている。で、この作品は、なるほど。どれだけもとてもじゃないけど、ああいう観客とか、ファンの皆さんの一つ一つの声とか、描き,きれるもんじゃないですけど、ただ聞こえないだけで、こうやって大きなレースとかが迫っている時は、街中にもしくは国中に、 みんなのこういう語り合う声が充満してるんだろうなというね。うん。本当にこういう大きいレース直前の雰囲気の伝え方、描写の仕方。まあ全部上手ですけどね。盛り上げ方ですよね。うん。上まいですね、この作品ね。まあ、帝王がこれで復帰戦で優勝というのは、まあいかに難しいか、とかね、ありますし、うん。相変わらず、その、この作品での、っていうかこの監督での天丼ネタね。 まあ、随所によくこんだけ詰め込むわ。最終回っすよ。お嬢様はベッドの上でね、手をもうひたすらね、うん。一生はすべて破れていった、というか取り下げていった、あの、夢ね。まっさらな、有馬記念優勝という目標が掲げられております。ねえ、この部屋も、そういえばあの、前のトップガンさん、本当に一回も、おいでになんなかったっすね。有馬記念。ねえ、最終話まで、一回ぐらいどっかでね、レースに大きい勝負に出て、 なんか活躍というか普段寝てるばっかじゃないんだよみたいなかと思いきやそういえば一回も出てこられなかったですね。有馬記念のあの馬の字の点が二つないのは何かあるんですかそんなこと私だけですか今更言ってんのこの作品ではあのあの馬という字はああ書くんですかこれ今気づきましたわ。あんな略しかっ方ないですよね。あ、あの公式ポスターの有馬記念の馬も点二つないわ。あ、そういうもんなんですか <laughs> こんなこと二期の最終話で言ってんの私だけですか これはやっぱり、馬娘の皆さんが、馬っていう字の成り立ちからして、あれは四本足の名残なんで、この世界での馬娘さんは二足歩行だから、点二つになってるんですかえまああの、二つ今驚いてます。そんな細かいところまで、隅々までこの馬娘という存在、ありきの世界観として行き渡ってんだなっていうことと、そんなこと今更お前は気づくんかっていう、自分の不穴っぷりにね、驚いております。 この世界で馬の字って赤くんだ。へまあこれはそうですね。確かに。あの、海外のディスカッションばっかり見てますんで、向こうの人はそれは、ただ日本人の反応をご覧になってる方いらっしゃいますんでね。その中で知られた方いらっしゃるかもしれないですけど、まあなかなか漢字の違いは語られないですよね。いやー、だんだんその日常の中に緊迫感がみなぎっていって、まあその中にね、この監督のあの例の点灯あるんですけど、いや、すごいやっぱこの辺の、 会長ありがとうございます。ほんとこの直前の瞬間にね、うーん、揺るがない気持ち。まあターボさんとかね、イクノディクタスさんも見たかったですけどね、カノープスの皆さん、うん。まあでもね、その分を走ってくれるネイチャーさんとかいらっしゃいますし、うーん、まあそうなんだろうなっていうね、ビワハヤヒデさんね。まあこれはただの偶然なんですけど、一気の時からなぜか私は覚えてるんですよね、このビワハヤヒデさんだけ。 b m w のね、皆さんは、出れば誰かが勝つっていうね。ああ、そこまで言ってたか。本当に。あと、その、b m w っていう、なんか、鳥を扱いされてるっていうことがあるんだなっていうね。それ自体も意外でしたけど、その中でもなぜかね、ビオハヤヒデさんは、うん、印象が強いのは強いんでしょうけど、なぜかわかんないですけどね。すごい記憶に残ってて。で、 そのビアはヤやひでさんが、中盤とか、特に前回、前々回、すごい焦点が当たるようになって、あ、これはなんかあんなと思っていましたけど、今回一番人気でセル。か、こんな恐ろしい人だったとはな、っていうことが何回もあったな、この作品。ネイチャーさんね、うん。直前にありがとうございます。あとこれもね、今更ですけど、テオがこの勝負服に戻したのって、やっぱり、というか、この勝負服に戻す瞬間のために、これまで、あのー、 すごい派手だし、なんか野生感のある、あの勝負服だったんですかね。このいつものオープニングにもあるし、まさに帝王前とした勝負服を最終話まで、冒頭以来最終話までわざと伏せていったでしょうね。うん。マックイーンさんね、気がじゃないですよね。いやでも、この、まあ全ては演出の妙なんでしょうけど、皆さんがこうやってゲート入りしていく瞬間の空気の変わり方すごいですよね。なんでしょうね。 なぜこういう演出ができるんだいや、すごいわ、ほんとに。この熱気というか、緊張感というか、うん、これが全然慣れていかないというか、毎回その、描き方が新しいのかうん、わかんないですけどね。ね、途中でご解説もありますし、実況もありますし、うん、いろんな情報もあるんですが、うん、実況で気を揉むぐらいだったら、見なければというね、マックインさんね。いや怖いわ、これ。あの、マックインさんのね、 意をを決してレースを見にいらっしゃるるるんんんですけどああの心細そうなななこことととマックイーンさんね見ることになるとはいや、そうなんですよ。これね、私、2期始まった時にも確か申し上げましたし、1期の時はそんなに意識してたかわかんないですけど、マスコさんでしょ東海帝王さんって。で、マスコさんって私が本当に主人公の声として、たっぷり聞かせていただいたのって、Life for Is Beautiful なんですよ。 あれも変わった作品でしたけどね。やっぱりまあ競争のお話でしたけど、東海帝王も知ってましたし、でその上でヒカリさん聞いてて、マチコさんの印象ってすごい固まってたんですけど、まさかこの2期の東海帝王主人公のシリーズで、そのマチコさんの声の印象、そのマチコさんが演じるキャラクターの人格とか、ある程度のその範囲とか、全部ぶち壊しになりましたね。凄まじい、本当にこれ、まず帝王の人物像、 がね、二期でどんどんと覆されていってなんですけど、それに強烈な後押しを加えてるのは、マチ子さんのこのこんな声の演技されることがある人だとは、というね、その驚き二重にありましたね。このビワハヤヒデに追いすがるべく、限界まで力を振り絞るときのテオの声聞いていて、本当にまだまだその町子さんの実力というか、侮っていたなと。これはテオもそうですけど、これまでのマチ子さんの 聞いていた中で描いていた限界を遥かに凍るような素晴らしい突き刺さるようなあの方向でしたね。<laughs> まあみんな泣いてますけどね、うん。これが全く大げさじゃないぐらい文句なしの100点満点の奇跡というね、この勝利ですね。<laughs> この中でよくこんだけギャグ詰め込んできますよね、この監督。手を凍るですよ。街の皆さん。というね。うん、でね。 今季絶望かと思われていた鈴鹿さんもいらっしゃるというね。これも <laughs>、これもずっとこの12話までずっと仕込んできてあ、鈴鹿さんはずっとリモートかというところへご本人登場というね、うん。本当に細かい伏線というかこの流れなんですけどね。こんなところまでね、ちゃんと守っといて最後に出すというね。ね作越しにテオとマックイーン言葉を交わしますね。 この瞬間ってどれだけここまで長かったかっていうのもありますし、実際に迎える前どれだけ絶望的に遠かったかっていうことね、考えると、まあこれを実現したのは本当に恐ろしいですわ。テ王オさんよ。でね、うん。一話以来なのはと思っていたら本当にその期待と喜びに全面的に応えるかのような、<laughs> ああ、素晴らしいウィニングライブですね。やっぱこの先はあれですよね。これはね、こういうあの一番の時にね、まあスペシャルウィークって っていう名前からして爆笑されてましたしこのウィ,ウィニングライブっていうのね始まった瞬間にまた爆笑されてましたしただこの世界では当たり前だしみんなが目指しているものみんなが真剣になっているものが1話2話の時はバカバカしくって笑ってしまうんだけどこの世界ではみんな真剣だしそれを真剣に作品の方でもやり切っていくっていうのはね まあ、ガルパンとかありますし、ガルパン見て思い出すっていう、ティーブさんがおっしゃってた、刑ョとかね。私は刑ョを拝見してませんけど。まあでもその、この作品では、そういうものにあたる、ウィニングライブですね。うん。最終回に撮っといたな。撮っといた。まあでも、この作品ね、一貫して作がすごかったですけどね。特にやっぱり、力を入れるべき、レース、本番、ね、疲れてまして。でも、ウィニングライブ用の力はまた、撮っておいて、ここで全てが解放されると。 グー、これ、うん。やっぱ一話の時もそうでしたけど、c g っで当たりを取って手で書き直しますね。うん。政治 i で不自然になるところは手で書き直す時に修正していくし、政治 i では表現できない、やっぱ人間でないと、ここの動きはこうっていうね、判断を入れて最終的なアニメーションに仕上げていくっていう、うん、すごいわ。この手間と執念ね。ロトスコも使ってんじゃないかっていう、 すごい人間らしい。人間の動いた結果でないと、想像ではとても書けないような細かい仕草、動き、ね書かれてますね。集大成ですね。こういう作画の集大成、究極系じゃないかっていう。で、なるほどね、うん。この二人が、ね、一気ではそういうことはなかったですけど、この北さんさんと里野ダイヤモンドさんが、帝王マックイーンのあのコンビを継いでいくんだろうか。ね。前々回とか、本当にそっくりしたもんね。 同じ絆とか、同じ人を繰り返していくのかっていうぐらい、本当にそっくりで、生き写しみたいな。その二人のトレセン学園での、研さん。で、おそらく間もなく、レースに出て、戦績を重ねていく。その始まりの瞬間が、この最終回か。うん。ね、続編はね、この二人でも全然、あり得ると思ったんですけど、まあまだね、どうなるか全然わかんないですけどね。それもあるのかもしれないですし。帰ってきましたね、マックイーンね。うん。まあ本当にこの続きは、 皆さんの夢に託しますということなんでしょうね。スターライスもんね。まだ何に出るとか、どういう戦い方を目指していくとか、何にも描かれていなくって、だから自由にこの白紙の上に皆さんの一番愛する夢を描いていってくださいというような、この最終回のね、本当にまだ何も決まっていない、とにかくマックテンが帰ってきて、 帝とととの決闘に向けけてて準備をしいいきますということだけ最終回の本当に最後の瞬間に決意が分かるというねあのコインはあれですかねああやってまあいろんな勝負でありますけどうんああやってやったりするんでしょうかとかねあるいもなんかあんのかとかありますしうーん3期あの続編はねまだ全然携帯すらわかんないんですけどあれが3期とか まあ本当にこの2人の勝負が開かれるとして、どう形になるのか分かりませんけど、それに加えてね、北さんさんと佐渡のダイヤモンドさんの勝負とかもね、期待はされてるでしょうしまあ、でも本当にとにかく今回はね、あの絶望の中から、あんだけ血の気の引くような、テオにとっても恐ろしい絶望なんですけど、その中からマックインを救い出すために戦った今回、 その会あって本当に幕屋帰ってくるというところまでね、描かれましたんで、多分最終回、それもね、一年ちょっと前の最終回の皆さんの感想どうだったか振り返っていくと、その辺が大きいですかね。まあまずは今回の皆さんの感想と、で、当時のさらに続編への期待と予想と、その辺のところが大きいですかね。なんで次回までの間にまたそういうところをいろいろと拝見してもらって、また何か面白いことがありましたら、お話しようかなと思っているところでございます。ってとこですかね、今回は。 そんな感じで、馬娘、プリリーダービー、シーズン2、第13話、見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。